アナウンサー無限増殖バグ。はい、どうも皆さんこんにちは。ジョジョの奇妙な冒険大好きカッシーチャンネルでございます。いやー、ついにですね、ジョジョの奇妙な冒険第9部ザ・ジョジョランズの連載が始まりましたね。第9部ってめっちゃすごいですよね。あと個人的にはね、ニコニコ動画にアップロードされているうろ覚えで振り返るジョータローの奇妙な冒険、通称ウロジョジョの続きもめちゃめちゃ気になっています。もうだいぶ終盤なのに投稿頻度が年に1本ペースなんで、なかなか終わらないのがめっちゃもどかしいですね。まあ、ということで今回はジョジョの奇妙な冒険第5部ラストみたいな放送事故、ゴールドエクスペリエンスレクイエム事件についてざっくりでありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。2020年の11月4日に放送された情報番組ニュースエブリーにてモニターの映像がおかしくなってしまうハプニングが発生しました。この回の放送ではアメリカの大統領選挙について取り上げており、モニターにはトランプ大統領のツイッターの画面を表示していました。しかし番組中盤、画面の切り替えがうまくいかず、モニターの中にはスタジオの様子が映し出されてしまい、ニュースの解説をしていた小西アナウンサーの姿が合わせ鏡のように増殖していました。この映像が Twitter や YouTube で切り抜かれ、面白放送事故として話題になっていきました。ネット民の反応としては、無限増殖バグで草、分身の術、レクイエム食らってて草、無限ルーペって怖くね、分身にも程がある、放送事故と聞いて想像したものの斜め上だった、と様々なコメントが寄せられました。しかしその中でも一番多かったコメントが、ジョジョの奇妙な冒険のゴールドエクスペリエンスレクイエムの攻撃を食らったシーンとそっくりだという意見です。ジョジョのゴールドエクスペリエンスレクイエムは攻撃してくる相手の動作や意志の力をゼロに戻すという能力で、ジョルノに対する攻撃や使用された能力の干渉が無効化されます。さらにこのゴールドエクスペリエンスレクイエムに殴られた人物は死んだことすらゼロに戻ってしまうため、何度も無限ループを繰り返してしまいます。そしてその能力を食らったディアボロが無限ループしているアニメのシーンと、今回の小西アナウンサーが増殖している放送事故の映像がそっくりだと話題になりました。今回のエブリィ放送事故の他に、海外の情報番組 FOX9 でも同じようにお天気お姉さんのジェニファーさんが増殖する放送事故が起こっています。しかしこの放送事故ではジェニファーさんが起点を聞かせて、サイティーね、一体何が起こっているのと笑いながらスタジオを歩き回ったりダンスを披露しました。ジェニファーさんのハプニングを逆に利用して笑いを取るといった神対応に視聴者は大絶賛。この映像はアメリカのみならず日本や韓国でもバズったそうです。ちなみにね、現在このシーンは海外の FOX9 の公式 YouTube チャンネルで視聴することができるんで、興味を持った方はぜひね、無限増殖バグの放送事故について調べてみてはいかがでしょうか。